サンブル。うわすごい。グレートクッキング。何？爆発性。うわ何？大変なセット。釣りのベストを着てます。というわけで今回紹介するのはこちら。ついに発売されましたバク釣りギガロットの今回はデラックスセットの方ね。うん、何がデラックスかっていうとギガソウルだ。そう、特別なんや。パッケージはこんな感じ。これがギガロットで、こっちが限定のルアーです。釣りスポットカード4枚入り。後期ゲームズの方で体験版はもうね、動画をアップしたよね、一本ね。うん、あれからこうちゃんもすごい練習したよ。いよいよジョイコンを装着して、そう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 、まあ本番、体験版も本番やけどね。よし、じゃあ開けていこう。せーの、ギガロット。おー、あ、結構大きいね。ダンバッシュハンター。ドン。わー、それがルアーセットやね。その赤いやつが限定なんじゃない？シャーク。シャーク。このゲームはまずストーリーモードがあります。バク釣り団の仲間と冒険をして、どんどん大物に挑むっていうストーリーモードと、 Wi-Fi に接続して新しい釣り場、このバク釣りギガルアーを使って限定釣り場を攻略していきます。ギガシャーク X バーニングモードです。見て、カード。あ、それが釣り場のカードだよね。螺旋ムカデの渦。見て、釣りができる。ここジョイコンをはめるところでしょう。こうか。 OK。 うん、うわーすごいな。ギリギリ、ちょっと見せて。これがジョイコンをセットしたギガロットです。大きい。黒でも黒と黒でかっこいい。こうやって本当の釣りみたいにできるんよね。こんなに音鳴るっけ。よし、じゃあちょっとゲームをダウンロードするから、それじゃあゲームダウンロード後に飛びます。3、2、1。こんにちは、後期バック釣り隊の隊長のこうちゃんです。わかる？わかります。ギガロットにビールを巻いてください。ビールを巻いてくださいだって。おお、ね。体験版のセーブデータを移りますか。はい。はい。はいです。体験版したからね。やってみたから。こうちゃんはもうあれで？マジで騙せる。得意しろ。マジで。プロになりました。手に入れました。水槽見てみましょう。いきなりです。いきなりですが、これは体験版で釣った魚が入った。何もないの。入れる。これこうちゃんがね、うん、釣ったい。本当に釣ったい。カープ。これも釣ったの。メモリがあまりあれやから。ストーリーだ。はい。で、どこに行くの？バクエストで、甲殻類。甲殻類を釣り上げる。あの貝だ、あの貝。うわ、を変えましょう。変えるの？うん、変えるよ。甲殻類と、荒波に有効なルアー。ブラックバスやね。足りねえだろ。バク釣り開始していい？いいよ。なんでも俺がバク釣ってやる。ギガってこうぜ。後期バク釣りたい。バク釣り開始だ。今回のバクエスト、甲殻類の予約しよう。画面の中心に持ってきて、魚群を探せ。あ、なんか、あ、なんか波しぶきがすごいよ。ミスった。え、そうなの？
白い色付きの場所でやったらいいんですね。アーケードみたいなのがあった。うわ、なんかスプリングノッキングブラックバブル。うわ、すごい。フレーズクッキング。グレートフッキングはかかった瞬間にピュッて上げてギリギリ。アーカイブね、頑張って。ここもおるおる。大ダメージが痛いな。だってこのバスは何？バスは相手が何もできるの。バスの時にしっかり。
よっしゃ、じゃん、ナイスキャスト、ナイス。全然ダメだ。うわぁ、アクションやってよって、うん、コブラちゃん、コブラはいい？ジャムジャムだよ逃げろー。あー、すごい。ほらほら、あれなのかな、あれなのかな、ヘビーコン。リガフィッシュが放つ遠距離攻撃はターゲットマーカー左右にあるシールドで防ぎます。ただしマンパワーが足りないと強力な遠距離攻撃でダメージを受けてしまうので気をつけましょう。あ、それじゃあ次の動画もまた見てね。バイバーイ。
ンネル登録はここです。他のおすすめ動画もここに載せておきます。コウキ TV をまた見てね。バイバーイ。イエー。